超骨太かつ超攻撃的なサウンド、ジョン・フルシアンテの歴史的なギターソロに挑戦していきましょう。皆様こんにちは、ギター講師の豊川英也です。今回はまたまたレッドホットチリペッパーズことレッチリやっていきます。おそらく日本国内で最も有名なレッチリの曲ですね。ダニーカリフォルニアやります、イエイ。このチャンネルのコメントでもとてもリクエストの多いギターソロですね。デスノートの主題歌で使われてて国内でも超流行りましたよね。当時洋楽を聴かなかった人たちも M ステにレッチリが出演をしてこんな超かっこいい曲をやってるのを見て度肝をぶち抜かれたという方も多いんではないでしょうか。そんなこの曲のギターソロもまたまさに神ソロ。ディレクトラックスジョン・メイヤーと並んで現代の三大ギタリストと称されるジョン・フルシアンテも超パワフルかつ攻撃的なギターソロはロックの歴史に新たなムーブメントを起こすかのような、まさに新世界の神。では一度弾いてみます。こんな感じですね。ファズをかけて超歪ましたギターをステレオダビングした極太でパワフルな前半からワウとフランジャーをかけて弾く、まるでマシンガンの乱射のような超攻撃的で荒々しい後半のランフレーズ、間違いなく歴史に残る名ギターソロですね。もうあまりにもかっこよすぎてダメだこの曲、早くコピーしないとってなりますよね。今回はこの曲のかっこいい弾き方、この曲から学ぶペンタトニックの使い方、マジで何弾いてるかわからない後半のランフレーズの僕なりに解釈した弾き方も解説していきますので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。僕のチャンネルでは皆様のギターライフが楽しくなる動画や上達の役に立つテクニック、名曲のギターソロやカッティングを解説する動画などを上げていっております。まだチャンネル登録していないよっていう方もぜひこの機会に僕のチャンネルを登録していただき、僕と一緒に日々楽しいギターライフを過ごしていきましょう。それでは今回も張り切っててレッツゴー。はい、ではまず今回も使うペンタトニックの解説からやっていきたいと思います。早くソロが弾きたいぜという方は概要欄の目次よりセクション1に飛んじゃってください。ソロをスケールから理解することでフレーズを仕組みから理解でき、それによって普段のプレイに活かせるようになってきます。まずはこの曲 D マイナーなので D マイナーペンタトニックを使って弾いていきます。6弦10フレット人差し指からスタートをする D マイナーペンタトニックのメインポジション弾いてみましょう。この世で最も使われているペンタトニックの形ですね。僕はこれをペンタトニックメインポジションと呼んでいます。で、今回はですね、このペンタトニックを中心として斜めに横断していく動きを使っていきます。はい、こういう形ですね。一度弾いてみます。この時の注意点は2つですね。まず3弦から2弦に行く時の移動、こういう風にですね、ここだけフレットが右に1つずれ込むので気をつけてください。油断をするとこうなってしまいがちです。ここ外さないように気をつけましょう。そしてもう一つはスライドの位置ですね。これめちゃくちゃ重要になってきます。これはですね、このイレブンスという音とフィフスという音、これの間にですね、ブルーノートという大変美味しい音があって、この上をスライドで通過させることでかっこいいサウンド効果を得ることができます。実際に弾くときはですね、上りは問題ないと思うんですよ。降りるときにですね、
こういう風に油断をすると人差し指スライドになってしまいます。これだとですね、かっこいいサウンド効果を得ることができませんので、しっかりと気をつけて薬指スライドでいきましょう。このスライドの位置はですね、何度も何度も繰り返して手癖として手に染み込ませていきましょう。特に今回のソロはフレーズのほとんどがこの2箇所のスライドがきっかけで作られています。なのでこのスライドの動きを手癖として身につけるには最適なソロの一つです。これが身につけばですね、ソロだけではなくてバッキングやリフなどにも万能に使えます。今回この動画をご視聴いただいた皆様がこのスライドの使い方をここで習得してもらえれば、この動画を撮った僕としても計画通りといった感じですね。はい、ライト君は置いといて、このスライドの動きはですね、1オクターブ下にもあって、ここですね。今回のソロはこちらもよく使います。ちなみにこのポジションを全部弾くと、こういう斜め横断のペンタトニックになります。今回は5弦、6弦しか使わないですね。興味ある方は全部なぞって覚えていってみてください。という感じで今回はこの斜め横断タイプのペンタトニックを使って弾いていきます。この斜め横断タイプのペンタトニックの詳しい使い方が学びたいという方は昔解説したものがあります。興味ありましたらぜひご視聴くださいませ。それではですね、フレーズの解説いきます。まずセクション1から弾いてみます。のセクションですね。このフレーズはジョン・フルシアンテが地名編のパープルフェイズのリフをイメージして作ったそうですね。まさに地味編を現代に蘇らせたかのようなフレーズですよね。地味編といったらパープルフェイズやリトルウィングも必ず今年やります。そしてここのフレーズはですね、フロントピックアップの太めの音を使った方が雰囲気出ますね。さらにディストーションをかなり強めにかけます。ファズだとよりいいですね。僕はちなみにですね、じゃじゃん、先日手に入れたこちらのファズビッグマフを使っています。ちなみにこの動画を撮るために買いました。出だしはまずこういうフレーズ、先ほど解説したスライドイン、いきなり最初から出てきますね。フレットはどこからスタートでもいいですが、割と長いスライドにした方がかっこいいですね。8フレットスタートの4フレット分のスライドぐらいを目安にしましょう。で、スライドで入ったらこう。このソロのピッキングはですね、普通の単音弾きのピッキングでこういう風に弾くのではなく、手首を使ってですね、小さいストロークを振りながら弾くイメージで弾くと、パワフルなニュアンスが出やすいです。余ってる弦で周辺弦をミュートしながら、この状態で手首を使って振っていきます。最後4弦12フレットは短い音ですが、しっかり揺らしながら、次の音ギリギリまで伸ばしましょう。で、次はこう弾きます。またここのスライドがいきなり出てきますね。12フレットスタートの素早いスライドです。このブルーノートの音を通過するかっこいいスライドの使い方ですね。スライドをしたらすぐにプリングを使ったフレーズ。ここはですね、少し跳ね気味で弾きます。例えばですね、こうではなくてこういう感じのニュアンスですね。これもその都度ミュートを入れて叩くようにピッキングをする一方、プリングはあまり強いニュアンスにしない感じで弾いています。強弱をつける感じですね。そしてここの音を止めるところのニュアンスですが、ここの部分、僕のイメージとしてはここ8フレットにゴーストの音が入るようなイメージで弾いています。この音が消えているような、入っているような、存在しているような、していないような、そんな曖昧なイメージで弾いています。まさにシュレディンガーの音、これがいい感じのニュアンスにつながりますね。で、最後はプリングから6弦に行きます。この6弦は揺らしていきます。揺らしづらいけどしっかり揺らしましょう。薬指を下にぶら下げるような感じで揺らしてみてください。そしたら1オクターブ下に行ってスライドインから、こう弾きます。ここもまたブルーノートを通過するスライドですね。
ファズのぶっとい音でオクターブ下の低音にパッと行くのが本当に極悪なサウンドで大好きです。しかも原曲音源ではこれをステレオで撮ってますからね。マジでアグレッシブ。そしてこのフレーズはですね、最後のスライドの部分をアクセント気味に弾きましょう。ここですね。しっかりと左手でミュートをして右手を振り抜きます。で最後チャカッとブラッシング。次いきます。こういうフレーズですね。先ほどと同じフレーズを弾いたらスライドインからこう弾きます。ここはですね、ピッキングのアップダウン気をつけていきましょう。アウトサイドピッキングでこう弾いた方が楽なんですが、これだとフレーズの強弱が逆になってしまうんですよね。ニュアンスが微妙になります。なので必ず空振りを一度入れてからアップでスライドでダウンアップを繰り返してこう弾きましょう。強いダウンピッキングと控えめなアップピッキングで弾いていきましょう。ここも完全なイーブンではなくて若干跳ねます。ダウンをプッシュするような気持ちで弾いて、アップはその弾きのイメージで弾くとうまくニュアンスが出ますね。押す弾く押す弾く押すという感じです。で最後はややスタッカーと音を切って12フレットビビラート。そして次1オクターブ上のスライドを入れてこう弾きます。ここも空ピックを一度入れてからアップでスライドこう弾きます。この空ピックはですね、実際にミュートした弦に当ててもこれがいいニュアンスになるとも思います。で最後は強めのニュアンスで15フレットを弾いたらグリッサンドドゥーンと弾きます。このぶっといグリッサンドがマジ最高ですよね。ファズで弾くとまるでジェット機のような音がします。これはフレットのどこからでもいいですが、薬指が15フレットを弾いてるのでだいたい15フレット14フレットあたりから中指で出発するのがいいですね。5弦と6弦ダブルにしても迫力が出るのでいい感じになると思います。はい、それではですね、ここまでのセクション1をゆっくりめのテンポでもう一度弾いてみます。はい、それではですね、セクション2行ってみます。まず先ほどのセクションと同じフレーズを弾いていきます。でこの次ですね、上に行ったらこういうフレーズが入ってきます。最初はまた空ピッキングからアップ、で16分音符のフレーズですね。ここのリズムとピッキングが少し難しいので要注意です。かといってここプリングで弾いちゃうとこれじゃない感半端ないので、フルピッキングで練習していきましょう。ここは16分音符なのに3つまとまりの音なんですよね。ちょっとしたポリリズムになっていますので少し複雑になっています。3文字の言葉を16分音符で歌ってみましょう。渋谷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 、これをフレーズに当てはめてみます。渋谷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 、こういう感じですね。でさらにピッキングのアップダウンが逆になるのも要注意。ダウンからスタートしたのがアップからスタートになり交互に繰り返します。なのでこのダウンからの動きとアップからの動きですね、この3音をそれぞれ練習しましょう。そしてつなげて弾くときはですね、オルタネートピッキングのダウンをタ、アップをカと発音してタカ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 、これで歌ってみます。タカ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 タタカ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 タ、こういう風に腕を動かしながら歌ってみましょう。イメージができたらゆっくり弾いてみます。そしてピッキングができてきたらですね、ここは少しアタックを強めにするイメージでカツカツ弾いていきましょう。こんな感じですね。ではここのセクションをもう一度ゆっくり弾いてみます。
という感じで前半はここまでですね。今まで紹介してきたギターソロと少し違うタイプで非常に面白いですよね。ギターソロとリフの中間のようなソロですね。そしてリズムや強弱が非常に重要になってきます。それではいよいよ後半いきます。やや変化球を加えたセクション3、そしてセクション4はですね、いよいよマシンガンをぶっ放したかのような鬼のランフレーズ、いやー楽しみですね。ではでは後半気合を入れてやっていきましょう。それではセクション3いきます。こんな感じですね。今までのフレーズが少しずつ変化していますね。そしてニュアンスがまた非常に大切になってきます。まず先ほどまでと同じフレーズを弾いたら、こういうフレーズを付け足します。まず素早いスライドで降りたら、ここのスライドを往復するフレーズですね。これすごく定番のペンタトニックフレーズ。普段使いも非常にしやすいので、ぜひ覚えていきましょう。最後はまたブラッシングをジャカッと入れます。次はこういうフレーズですね。ここのオクターブで入るチョーキングがまたかっこいいですよね。まずここのニュアンス。ここは若干ピッキングハーモニックスっぽく当てます。はっきり倍音を鳴らすわけではありませんが、若干親指の皮膚を当ててガリッとした音にする感じですね。結構再現難しいです。まあ普通に、こう弾いても問題はありませんが、こだわりたい方は当て方にこだわってみてください。で、チョーキングですね。4弦なので1音上げるのなかなかしんどいですが、気合を入れておりゃっと上げましょう。おりゃ！そして1オクターブ上に移動したら同じように、チョーキングからジューン。ここの部分はですね、またカラピッキングから始まります。ダウンからぶってアップでスライドで、チョーキングですね。次はまた先ほどまでと同じフレーズを弾きます。で、ここでですね、この後原曲はブラッシングがジャカッと入るんですが、僕はここでリアピックアップに切り替えているのでブラッシングは入れていません。この切り替えはですね、僕個人的に次のランフレーズの部分はリアに切り替えた方がそれっぽい音になる気がするので入れています。切り替えを入れてもそのままフロントで弾いても、ここはお好きな方でいいと思います。それではここのセクションもう一回ゆっくり弾いてみます。それではいよいよ最後のセクションですね。ジョン・フルシアンテによる魂の方向、超絶怒涛のランフレーズ、サンシャイン。ここやっていきましょう。一度弾いてみます。はい、ここですね。原曲聴いてもマジで何弾いてるかわかんないっすよね。これいろんな方が弾いていますが、みんなそれぞれ違うフレーズ弾いてますよね。おそらくこの部分の正しいタブ譜はこのように存在しません。なのでここはあくまで僕自身の解釈としてのフレーズを解説していきます。原曲と全く同じものにはなりませんのでご了承ください。まず入りのランフレーズですね。ここは32分音符、鬼の高速ピッキングでこう弾きます。6つまとまりのこのフレーズ、これを32分音符で弾いています。つまり8連で弾いていますので、ここもまたポリリズムのようになっていますね。6文字の言葉を32分音符で歌ってみます。高田のババ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 、
一応きっちり弾こうとするとこういうリズムになりますが、実際はそこまで正確に弾かなくてもいいです。なんとなくでいいと思います。ピッキングもですね、2つの弦をこう丁寧に弾き分けようとするより、とにかく荒々しく大雑把に振りまくる、スタープラチナのごとくオラ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 と弾いた方がいいですね。この時にですね、人差し指頭で常に3弦をミュートするのを忘れないようにしましょう。これがないとですね、いくら大雑把に弾いていいとはいえ、こう4弦が鳴りまくるとただうるさいだけになります。32分音符なので右手が鬼早ですね。もしこんなに早く振れないよという方は6連で振ってみたり、まあ何連になってもいいのでとにかく振りましょう。次はですね、これを繰り返したらこういうフレーズが入って、こういう連打ですね。ここも6つまとまりを32分音符、つまり8連で弾きます。先ほどの高田の馬場を思い出してみてください。32分が間に合わない方は6連とかで弾いてもいいです。で、この次ですね、ここからが本当に聞き取れない部分です。マジで耳コピ不可能なフレーズ、トップ3には絶対入りますね。ここからの部分はまあ適当でいいよっていうのが通説。まあぶっちゃけ適当でもいいんですが、今回は僕がスロー再生にして、かろうじて聞き取れたパーツをパズルのようにつなぎ合わせ、フレーズを考察しましたので、一例として参考にしてみてください。まず4小節目はこういうフレーズ。右手が疲れたよという場合は、ここハンマリングプリングで休憩してもいいですし、いやいや俺には甘えはいらねえ、最後まで振り切るぜというド M、 いやストイックな方はフルピッキングで弾きましょう。で、次はですね、さっとペンタトニックのメインポジションに戻り、おそらくこういうフレーズが入っています。で、チョーキングのランフレーズ、これを2発か3発ぐらい入れてますね。ちなみに僕は3発入れました。ここもランフレーズの最初と同じようにずっと右手を振り続けて弾いてもありだと思います。で、さらにこういう動きが入って、で、最後はチョーキングから伸ばしてスライドアウト。ここはリズムがリッドしてる部分ですね。フレーズをカオスにぶち込んだ後もこのリッドの部分を合わせるようにしていくと締まりますね。ちなみにアームがついてるギターの場合はアーミングを入れます。こういう感じで入れると雰囲気出ますね。とまあ一応これが僕の解釈による弾き方ですが、本当にここは正解が存在しません。なので最終的にはペンタトニックの弾きたいフレーズをここに持ってきて一斉にぶち込むというのが一番楽しいと思います。一つの参考として今回の僕の弾き方を見てもらえればと思います。それではですね、ここの超絶怒涛のランフレーズをゆっくり弾いてみます。それでは最後にですね、今回のソロのタブ付きのデモ演奏いきたいと思います。テイク1は通常の速度97、テイク2は遅めの70で弾いておりますので、ぜひ練習にご活用ください。いきます。
という感じで今回のギターソロはいかがでしたでしょうか。まさにパワフルという言葉がこれほどぴったりなソロはありませんね。ジョン・フルシアンテといったら長い間レッチリを離れていましたが、先日なんと待望の復帰を遂げ、さらにはその復帰後のニューアルバムアンリミテッドラブを発売。今超勢いに乗ってるまさに新世界の神バンドです。新曲ブラックサワーも非常に話題になりましたね。先ほどもちらっと地味編の話を挟みましたが、本当に地味編が現代に蘇ってきたかのようなフルシアンテのストラートの演奏が本当かっこいいですよね。今後もまたレッチリ取り上げていきたいと思います。このチャンネルでは今後も歴史に残るギターソロをどんどん取り上げていこうと思いますので、皆様ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。あと今回の動画が楽しかった、役に立ったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。またツイッター等の SNS はですね、概要欄にリンクの方貼っておりますので、興味ありましたらフォローをよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。